北斎のその絵をある意味カスタマイズしてるんですけど、カスタマイズすることによってパワーを上げていくっていうイメージもあって、僕の作品を通してなんか世界のある種の自由度みたいなものを感じてほしいなと思ってて。偉大な作品から考えるこの世界の過去と未来。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家タルタロスジャパン。石川県に生まれ、30代までプロダクトデザイナーとして働く。40代に入り現代美術家を志した彼は、葛飾北斎の浮世絵からアートを構築する。北斎の時代ってやっぱ江戸時代で、やっぱり人間も割とやっぱ自然を信仰してた時代だと思うんですよ。でも多分現代人っていうのはより経済っていうのをものすごく意識してて、まあ、それを信じてこう世界を動かしてるっていう姿があると思ってて、そういう人類の文明史っていうんですかね、だからそこを捉えるためにこう北斎の絵がすごくうまく使えるというか。人類が信じてきたものは何か、その歴史を表現するため、北斎の作品に組み込んだオリジナリティ、それは紙幣。お金を使うことによって人類がやっぱここまでの文明を築けたっていうのは間違いなくあると思うんですよ。それでいて最近デジタルマネーが出てきて紙幣を使わなくなっている人も多くて、そういう時代の流れも感じて、だからこそその中心で動いているお金っていうものを、まあ、北斎が描いた自然と組み合わせることで、よりこうリアルな世界を感じられるっていうのかな。自然への崇拝から経済への崇拝へ、人類が歩んできた足跡をアートにする彼が、自身の作品で鑑賞者に伝えたいこと、まあ、世界の可能性みたいなものですかね。いわゆる現代社会もそうなんだけど、それ以上にこうロングレンジで見た時の人類の可能性みたいなものってまだまだすごくあると思うんですよ。なんかこう閉塞的になってきてる部分もあるんだけど、逆にすごく可能性がバーッと開いてきてる部分もあったり、次の世界を生み出していけるか、なんかそういう世界の広がりみたいなものを伝えたいなとは思ってますね。過去の歴史を振り返り、未来に思いを馳せる、そのきっかけをこれからも生み出していく。現代美術家タルタロスジャパンが目指す道。まあ、一般的に現代だと言えば美術館に置かれたり、まあ、ギャラリーで売られたりとか、いろんな感じで見られてるっていうのは一応希釈点としてはあるんだけど、まあ、それ以上になんかこう今までの人類がやってない領域を開拓したっていうか、なんかそういうのを達成できたらいいなと思ってますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト水口凛太郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。